アイディは、モロッコ原産の犬種の一つである。シープドッグと名につくが、実際には、羊や牛などの家畜や、飼い主、財産などを、泥棒や山猫などから守るガードドッグとしての使役を、担っている。近年、アメリカなどでも、ガードドッグや、ショードッグとしても飼育されており、親戚種と共に人気を博している。アイディは、モロッコの農場や遊牧民の間で飼われていて、 非常に古い歴史を持つ。北アフリカに住むベルベル人が飼っている犬種は各部族によって微妙に姿と名前が異なる。それらの中で主なものはアルジェリアのウルナイルとこのモロッコのアイディである。他にもざっと2から3種の親戚種がいるようだが顕著な特徴を持つものはウルナイルとアイディだけである。なお、アイディやウルナイルなど北アフリカのガードドッグをまとめて、 アトラスシープドックということもあり、実際に現在でもひとまとめにしている国はある。1963年に FKC にこのアトラスシープドックという名前で公認されたが、実際にはシープドックとして働いていたではなかったため、1969年に公認が取り消された。ヨーロッパの各種マウンテンドックの禁煙種と言われている。 体高53から63.5センチメートル、体重25キログラムの大型犬。かつては、山猫や蛇などと戦う時に噛まれて、怪我をしないように、大きめのタレ耳は丸く短く断耳され、ふさふさとしたタレは、非常に短く断をされていたが、現在はされないことの方が多い。なお、ウルナイルは現在でも、伝統的に、断耳、断を施されている。 性格は勇気があり、マナん中酒深いが、神経質な面もあるので、根気よく丁寧なしつけが必要である。また、ガードドッグであるため、警戒心が強く、見知らぬ人に気を許さない。さらに嗅覚が優れているらしく、蛇の匂いを嗅ぎつけて、危険を察知する能力があると言われている。日本では現在ブリーダーはいない。 飼育には多くの運動と替え儲きのブラッシングが必要だが自然の中でのアウトドアのお供にもなるという、ありがとうございます。